ロバート・エム・フリンは宗教家、教育者、プログレス・イン・イングリッシュなどを中心とした著作活動や教育活動を行っていた。1920年、ニューヨーク州生まれ、カトリック・イエズス会の私立高等学校を卒業後、1937年8月14日、イエズス会の修道会に入る、フォーダム大学、セントルイス大学で学ぶ。卒業後、 ニューヨークの高校で、英語、ラテン語、ギリシャ語、宗教を3年間教え、ベルギーとドイツに留学して、進学を勉強する。1950年8月24日、エジェンホーブンにいて、司祭除会。1952年10月29日、神父として来日。イエズス会のキリスト教主義学校である、六校中学校、高等学校や大成中学校。 高等学校で35年間英語を教え、その指導実践の中からオーラルコグニティブアプローチに基づいた教科書プログレス・イン・イングリッシュ全六巻を表す。高校生、中学生対象の英語によるスピーチのカリスマ指導者であり、その成果は関係者の間では有名。ネイティブによる発音とユニークな内容を盛り込んだスピーチで全国レベルから地方レベルに及ぶ。 数々の英語弁論大会で同高校生、中学生に多くの賞を受賞させた。1988年より、ツアノカトリック教会にて主任司祭を務めた後、萩、山口の教会にて主僕。六甲学院高等学校のバスケットボール部の OB 会は、市の名前を付け、フリーハイと呼ばれている。晩年は、東京都ネディマック上尺ジのイエズス会。 ロヨラハウスにて静養していた。2009年2月7日にロヨラハウスにて88歳で、昇天。ありがとうございます。